2012年5月、9日、高知県、石立山ふもと別府郷に来ています。昨日は夜到着してここの駐車場に泊まらさせていただきました。現在6時23分、スタートしたいと思います。今日は、四国最南の山と言われる石立山へ来ています。赤い吊り橋、錦帯橋です。まあこれ今新緑がすごい綺麗ですけど、秋も綺麗だと思います。いきなり職人のジグザグを上がって急と上がってきます。鉄柵も出てきました。石立山と、百貫滝の分岐です。右に行けば百貫滝、左で石立山です。雪もちそうです。ちょうど雪もちそうの時期ですね。あたりは、山はシャクヤクとか一人静か、この辺が見受けられます。稜線を登り切ったところで少し一休みです。植林の中も結構雪もちそうがあります。だいぶ新緑が出てます。大の木かな。こういうふうにざれた斜面が多いんで、気をつけて歩いてきます。ここが雨が降ると非常に落石がやばそうな斜面です。こんな感じです。ざれた危ないところ上がってきます。岩尾根の登校が始まりました。急登ですけど、まあ考える暇がないかもしれませんね。今さっき大きなマムシもいました。気をつけて手を置きましょう。こういう、岩尾根が延々と続いていくようです。駐車場が見えます。遥か下に駐車場が見えます。ただいま 890m 地点だそうです。変な形をした岩です。岩がありこう巨大なもみの木もあります。もう根っこがうねってますね。この石立山も石灰岩の痩せた土壌ですよね。根は表面に張るしかありませんね。おお、ヒメシャラですね。ヒメシャラの木もあります。鹿の食害用のネットが張り巡らされています。四国はどこも四国が増えて、希少植物を食い荒らして、こういうふうにネット張ってあるとか増えてきました。上から見るとこんな感じ。この辺はずっと揚げ物も咲いてますね。大仙蜜が続きも咲いてます。はい、どこでもこれも下のところに行きます。風が強くなってきました。だいぶ頂上に近づいてきました。西方の方へ近づいてきましたね。はい、笹枯れしてるんで歩きやすいですね。なんか見事にここは笹枯れしています。この先が頂上です。座り込んでみんなでゆっくり食事をしてます。本当、笹枯れで、寂しいような頂上になってます。はい、お疲れ様です。頂上での動画のシーンです。晴れてきました。食事を終える頃にはもう晴れてきたんで、これで頑張って
下山しましょう。はい、お疲れです。まあ崩れた大山みたいな感じですね。岩の質は違いますけど、結構獣道が交錯しているので、テープとか印を見失うように降りた方がいいですね。降りる方が、結構どこでも降りれる感じなので、違う方向に降りるような感じがあります。それにしても、楽しい。雨が降ってないとここの下りも道があんまりないので楽しいですね。痩せ骨の、加工が続きます。石がたくさん、まあ石灰岩の山特有ですね。浮き石がたくさんあるんで、そういうところを落とさないように歩くのが大変です。乾いててよかったですね。雨降ってると大変です。この3倍大変ですね。こういうふうに岩と白芯がもう重なり合ってます。複雑な地形になってますね。この辺りはすごい、1120m ぐらいですけど、すごいもみ雪の林になります。大きな松ぼっくりが、でも、この間が木が持てるから楽です。まあ木と岩の間を降りてきます。はい、やっと沢江のザラバに差し掛かってきました。こういう斜面につけられた、ね、気持ち悪いですよね。しっかりしてないんで路肩注意です。結構止まりません、滑ると要注意したい。まあこうトラロープが時々貼ってあります。まあこの辺が噂のザレ場です。なんとか15時26分ですね。ちょっと遊びすぎて9時間ほど、山にいました。6時半出発なんで遊びすぎて、長く行きました。じゃーん、お疲れです。途中、ライブ、その他で変更する可能性がありましたけど、まあ無事皆さん笑顔になって楽しんでいただきました。お疲れ様です。